今回紹介するのは、バビロンの大富豪、繁栄と富と幸福はいかにして築かれるのか、という本です。バビロンを舞台にした財産幸福に関する昔話集、こんなに古い時代の逸話が今でも十分に通じるということに驚きます。我々は老人の知恵を古いと言って退けますが、本文中の例え、 老人の知恵は動かぬ星のようなものの言葉通り老人の知恵は不滅のものであるということを思い知らされます本書に出てくる紀元前の老人の知恵がまだ十分に通用するのです本書には奴隷がよく登場しますバビロンの時代は自分を担保に借金ができ返済できないと奴隷にされたそうです現代は奴隷制度がないからというのは簡単ですが よく考えると今でも自分を担保にある程度の借金が可能で返済できないと奴隷のように働くことがありえますこの本で奴隷を資本家に対する労働者サラリーマンと考えると現代と重なる部分が多いと思うのです今は給料天引きのような制度もありますから早く自由人になれそうなのですがお金を使う誘惑も多く ののままでででいいいる人が多いのではないでしょうか。以上興味のある方は実際の商品を Amazon などでご確認ください。今回は最後までお付き合いありがとうございました。よかったらチャンネル登録をお願いいたします。